イノシシがかかったくくり罠、ちょっとここもうダメになったんで切って修繕します。あ、土が入っちゃう。あ、出らんか。ちょっと通しました。で、あとは ダブルを使います。これが結構どうなんかな。アルミスリーブはこれです。今回使ったのがこれ。こうなってます。今回小さいイノシシ取ったくくり罠です。これはシシカブのくくり罠でちょっと変わった構造です。こんな風にしてこの木の板より少し上に
干ちょっとこう上に木の板より上に輪っかを作って、あとこうやって、まあこのバネを締めてひっくり返して、で穴掘ってるところにイノシシが足かけたらポンとなって、まあ、今バネ何もしてないんですけど、してたらこれがポンとなってギュッとかかるというような構造です。まあ、荷重の調整はちょっとできないんですけど、まあ、結構単純で使いやすいです。これがテンションをかけた状態です。ここに足入れて足が乗ったらかかります。自分はいつも竹にこう反対側をこういう風に結んで引っ張ってます。ちょっと結び方は忘れたんですけど、結び方の名称は忘れたんですけど、こうしてバツを作って、でこの下にこうです。こうやったら引っ張ってものからないので結ぶ必要がないです。バッテン作って回して、この下の側に入れます。こうやったら引っ張っても閉まっていくだけなんで大丈夫です。でこうテンションかけた状態で、テンションじゃないや、結んだ状態でいつも引っ張ってこういう風にかけてます。